じゃ、東京、このなんだ、経済大学、はい、は好きなんですか。愛してますか。か早稲田にこだわる理由って何かあるんですか。あとは、その自分で今勉強できない理由って何かあるんですか。スポーツだったら、他にも構成とかいろいろあると思うんで。その辺、正直なところどうなのかっていうの、僕は聞きたいです、ね。え、で、それより、今は取れるっていう感じなんですか。全時間を勉強に集中して。えー、やりますぐらいの、なんか。ことを。 の熱量がないと、やっぱ簡単に受かるとこじゃないんですよ。ライガーファンディング、夢に踏み出せ。ではどうぞ。失礼します。志願者の椅子に座るのは一人の大学生。 志望校進学の資金を獲得するべく虎えと挑む受験生版タイガーファンディングが幕を開けるではまずお名前をどうぞ坂上誠也19歳現在埼玉に住んでいますではあなたのファンディング希望額は74万7000円ですあなたが思い描く未来の姿は早稲田大学スポーツ科学部に入学し最新のスポーツ科学を学びスポーツ選手をサポートしたいです ではオーローラ戦新しい未来をつかみ取れキャッチアファンドではあなたの簡単な経歴と現状今後のプランを教えてください現在東京経済大学の経営学部に通っている今2年生で、えー、今年し早稲田大学のスポーツ科学部を受験しスポーツ科学を学びスポーツ選手アスリートなどをサポートしていきたいと思っていますえスポカに行って何したいんですか スポーツ科学部に入学して体のことやまた栄養学などを勉強してスポーツ選手などをまあサポートしたりできるような人になりたいなと思っています。 もう完全にイメージが株元社長しか出てこなくてですね株元、まあ、社長はスポーカ出て全然関係ない仕事してるじゃないですかなんか早稲田とかってあんまりその例えば教育学部とか,なんか教職とか取れるとかじゃない学部の方々って、はい、結構別の業種に就かれる方も結構多いのかなっていうまあ安直なすみません僕理系なんでちょっと分かんないんですけどイメージなんですけど、はい、どういうい感じなんですかもともと早稲田に行きたいっていう思いが高2ぐらいからずっとあって現役の時も早稲田受けたんですけどまあ 落ちましてそれでもまあ諦めきれなかったので今回このような機会を与えていただいたのでせっかくなら早稲田のスポーカに入学ししたたいいなと思いました懸念としては早稲田に行きたいから入りやすいスポーカを選んでるっていうものだとすると、はい、僕はやっぱその塾一経営者としてはあんまおすすめしないというか、はい、早稲田ブランドだけが欲しいから。 まあ今取ってつけたようにスポーツ選手のサポートしたいみたいな、はい、いや本当にそれしたいのみたいな、はい、ってなりますよねまあそのカブちゃんみたいに早稲田っていう、まあ、早稲田に入れれば結局ね、まあ、そのマウント取れるんで一部からは、はい、まあそういう意味でやるっていうんだったらまあ分かりやすいんですけど、まあ、偏差値順見るとスポーカーが一番低いわけじゃないですか,だから単純に早稲田っていいうブランドが欲しいのか。 そのアスリートとかって、まあ、ここで言っちゃうと、まあ、あれじゃないですか逆に「いやお前全然アスリート関わってないじゃん」ってなっちゃうじゃないですか、はい、正直どっちなのっていうのとあとは早稲田に行ったからって別にその人生変わるわけじゃないと思うんですよ、はい、そこからだと思うんでその学部選択はもっと上を目指しても俺はいいんじゃないかなそんな一番底辺の学部を目指す必要ないんじゃないかなと思うんですけど、はい、本当にスポーツ選手をサポートしたいって気持ちあるんんでですすかなんかスポーツやってるんですかサークルでバスケは入ってるんですけどもともと中学生の時から。 何、えー、でしょうあやふやながら、えー、裏方の仕事をしたいなと思ってまして現役の時もそれを担任の先生や家族に伝えたんですが家族から猛反対されましてなので諦めて経営に行きました、うん、現役の時は早稲田はどこを受けてるんですか 受けなかったです、ね、ちょっと今から小論文はきついかなと思って受けなかったですそうそうスポーツ選手のサポートしたくなったのは最近ってことですかオリンピックの,そのバスケ好きなので「インサイドあかつき」っていう YouTube チャンネルで、えー、バスケの選手をサ,バサポートしてる裏方の方がいてやっぱりかっこいいなと思って自分もそういう職業になれたらなとそれはどんな職業なんですかササポートサポーーートトっていいうのはいや僕イメージが湧かないんですけど 自分もその方はどんな職業なのかわからないんですけども、えーうん、死亡するのは早稲田大学学スポーツ科学部入学後のビジョンを問われた志願者は虎の猛攻に対し言葉を詰まらせてしまう開始早々怪しい空気感漂うタイガーファンディングこの場をどう切り抜ける 例えば、そのどういう観点ですか。いろいろあると思うと。スポーツ生理学とか、栄養学とか、医学もありますよね。はい、どういうこうジャンルで、なんか漠然としたものでも、こういうふうにスポーツに刺さりたいみたいな、なんかあります。希望は全部な、なってみたいです。全部に興味があるので。まあ、スポーカーなら、全部な、学べるかなと思ったので。 お医者さんになってそのスポーツ選手のなんかいろんな体とかそれをケアしたいだったら医師という職業を知ってるんですんなり分かるんですけどスポーツ選手をサポートする仕事ってどんな職業僕やるか僕はよく分からな,ないんでなんかイメージがわかないというかこうな何がしたいんだろう大学に行ってっていうのが大学のブランドが欲しくてただ行きたいっていうんだったらさっきの細井先生の話なんですけどそれはそれで分かるんですけど、はい、例えば早稲田に行きたい気持ちとスポーツ科学を学びたいっていうのは坂上さんの希望の。 パーーセンテージは何何対何ぐらいですかスポーツを学びたいが7ぐらいですかね早稲田がまあ3ですね早稲田にこだわる理由って何かあるんですかあとはその自分で今勉強できない理由って何かあるんですか自分でスポーツの勉強っていうのはちょっと考えたことがなかったですそれでもちょっと自分は早稲田にこだわって早稲田のスポーツ学部に行きたいと思っています 早稲田の何がいいですか僕も一応早稲田の出身で山見先生も早稲田の出身でど、はいはい、どこが早稲田がいいっていうのは自分でも具体的に言えないんですけど志望校をどこにしようと思った時に早稲田ってなんかかっこいいなと思って実際に人下図書を受けに行った時も早稲田のキャンパス見たら泣いちゃって。はいで なのであやっぱり自分で早稲田行きたいんだなっていうふうに、ね、慶応はかっこいいと思わなかったですか <laughs> あ<ー>森鉄がいる時点で嫌で嫌すよそんなことい <laughs> あやめます <laughs> 今のちょっと理由を聞いてて正直そんなにスポーカー行きたいのかなっていう気があんまりちょっと感じなくて、はい、で受験形式とか見てもとりあえず早稲田に行きたいっていうような気持ちが強いんで、まあ、僕は早稲田に ただとにかく早稲田っていうブランドが欲しかっただけなんで、はい、あのその気持ちはすごいよく分かるんですけど本当にスポーツ学びたいのかそれとも早稲田に行きたいのかスポーツだったら他にも法制とかいろいろあると思うんで、はい、その辺正直なところどうなのかっていうのを僕は聞きたいですね、まあ、やっぱり早稲田に魅力を感じてしまったので、うん、早稲田のスポカに行きたいですねやっぱりスポーツ科学は、まあ、軽く調べてそれでも面白いっていうのが自分で感じてて経営学とか 大学で学んでることよりかは断然スポーツ科学の方が面白いし学んでみたいなと思っています。ってなると、まあ、そのもうスポーカーだけじゃなくて他におばさんあ人間科学部とかあとおばさん教育とかまあ受かりやすい学部たくさんあるんで <laughs> そういうとこちょっと一緒に受けないとまたスポーカーだけ受けてそれで落ちたら入試形式も少しやっぱりあの共通テストになってから変わってますし、はいはい、それもちょっとちゃんと受験のあれを組まないプランを組まないと、はい、多分今年もまた失敗するんじゃないですかまあ失敗しても あの来年また失敗しても一応し,しないように頑張りますけどももし失敗したらあの来年も受けようかなとは思っていますあですすねわかりますでも坂上さんはやっぱその今大学を通われてながら、えっと、この場に来てるわけじゃないですよねすごいなんかモチベーション高いし行動力もあると思うんですよね。 でその行動と今おっしゃってる内容とのこうちょっと落差を感じてしまってて多分何かもっと熱いものがあるんじゃないか持ってるんじゃないかなっていうのがちょっとあってそれをちょっと聞きたいっていうのがまずあります責めてるっていうわけじゃなくてかつその早稲田に行きたいのが3割でスポーツ科学が7割っておっしゃったから余計に多分今山辺さんも聞きたいんだと思うんですよね5人の社長たちがみんな「え逆じゃねえの?」って疑ってるんですよなあうんで僕もそんな感じで受けてるんですよ <laughs> はい だからそのなんか早稲田に行きたいっていう大学のブランドだけでね言ってることが悪いと多分みんな思ってなくてそれはそれでありんですよね。で事実山見さんんはそそうだったでですす、ね、もその通りなんとなく今のところやっぱり本当は早稲田に行きたいんじゃないのっていうふうにみんなが思ってるでも君が7割はスポカランだって言ってるからそこになんかねそごがあってなんかこのままだと進まないのでもう一回だけ。 本心のところで「本当はどうなの?」ってぶっちゃけいいと思うよここで変わってもでもいや違うんだと「おっさんそんなこと言うけどあの本当に僕は7割だそれでいいからもう一回だけ言ってマステラっていうブランドを手にもちろん入れたいですけどそれはここから先手に職入れてからでもできると思うのでまずは自分の学びたいスポーツ科学っていうのを選,び選んでいます、はい、スポーツ結局スポーツ科学に入って どんんな職業とかか仕事をしたいんですか例えば法学部入って弁護士になりたいとか医学部入って医者になりたいとかある程度こう分かりやすく言ってもらわないとなんでスポーツ科学なのか全然僕は理解できなくてスキルトレーナーだとか栄養管理士というようなものになってみたいなっていうのは考えていますあと柔道整復師早稲田のスポカーを出るとその今言った3つの職業になる人がそこそこ多いんですかままあ少人数ながらいらいいっしゃいますね もっとその職業になれる道があるんだったらそ,そっちに突き進んだ方がいいんじゃないですか専門学校とかもあるじゃないですか専門学校はあまり自分で考えてなかったですし今も考えてないです。なんか理由はあります、ね、それは ああ、やっぱ。スポーツ科学も学びたい。はい、でも、なんか、あの、具体的な職業を浮かばないけど、まあ、科学的なことをいっぱい学んで。はい、そこから、なんか、自分のやりたい職業をより具体的に、あの、攻めていきたい。早稲田にも行きたい。どっちも欲しいってことですか。はい、そうなります。はい、僕は坂、坂上さんが、こう、学歴コンプレックスを抱えているようにしかちょっと見えなくて。<laughs> もう、結局、東京経済大学に、まあ。 い行って、まあ、経済学部で多分そんなに大したことを大学上で学べないんで,でじゃあこの将来どうしようって時にあやっぱ俺には学歴が必要だと思ってでかつやりたいことはじゃあスポーツだやっぱりその学歴コンプレックスを払拭したいんじゃないかなっていうようにしか僕には見えないんですけどじゃあ早稲田政経と早稲田スポカを受けて早稲田政経だけ受かりましたっつったら行きますか早稲田。 迷っちゃいますね。<laughs> <laughs> 行いでしょ絶対いくでしょ, <laughs> 絶対行くでしょ <laughs> 逆の視点なんですけど、その東京経済大学経学部ですよね。今、はい、そこの嫌なとこ全部今言ってください。嫌なことですか。はい、授業全く面白くなかったです、うん。授業面白くない。あとは。周りはバカですか。あの正直それは思いました <laughs>。自分の知的レベルと合わない。いや、あ、自分よりも,もちろん上の方いらっしゃいましたけど。 何言ってんだって思う方はいらっしゃいました。まあ、基本的にね、その要はこの最重権を考える人って。まあ、二パターンあって、まず最初の志望、まあ、夢を追いかけたいっていうパターンですよね。 で、なんで夢を追いかけたいかと、っていう気持ちになるかっていうと、まずその、要は妥協していた大学に行った時に、あまりに自分の求めているその大学像、周りの友人像とかけ離れたアホしかいないっていう状況なんですよ。これって医学部目指してて、薬学部、失礼ですけどね、薬学部とか看護学部に行った方に多いんですけど、当たり前ですけど、医学部目指してたら、まあ、周りはね、それ相応の学力を持った人たちの中で、まあ切磋琢磨してきました。けれども、まあ国立しか受けれないとかいう理由があって、 て落ちちゃって、まあ多学部、まあコメディカルの学部に行きますよね。そうすると、あまりにね、今までのよは学歴とか偏差値が違いますから、いや俺こんなとこにいたらあかんやろって思って、まあ一年生、二年生の間に再受験を考えるっていうパターンがありますよね。はい。それですか？そういうことではないですね。ない。はい。じゃあ東京このなんだ経済大学は好きなんですか？愛してますか？ いや全く返してないつまりも今にでもやめたいってことですよね今にでもやめたいというほどではないですけども1年生の時に法制の編入を受けててやっぱりそういうのを考えると学歴昆布はあったかな法制の編入はどうだったんですか <laughs> は落ちました 結局、あのー、看板名だけを求めているんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕らは思うわけで今、ホームページ2つとも見たんですよ、スポカと早稲田のスポカとここの東京経済大学経営学部の,あのホームページ見たんですけど、はい、全然、経営学部の方が僕入りたいですね,あーですねスポカ何これみたいな、マジ興味ないんだけどこれ何なんの、将来みたいなもう株元になるしかないじゃん、これみたいな。<laughs> もう全然だっていスポーツのに関連する職業にしかつけないじゃないですかこれ何なんですかそれ超絶ねだって儲からなそうな匂いしかしないですよね、はい、えだって仕事する意味って効率よく稼ぐ以外何かあります すごいねそれ <laughs> 一番社会的意義のある職業の方ですけどねここでだって同じ人生の時間を使うわけでで仕事って全て共通してやりがいがあるんですよ、はい、どんな仕事にでもやりがいがあるんですよ、はい、でそこから帰ってくるもので僕らは当たり前ですけど QOL をあげるわけじゃないですか例えばですけど単純においしいものが食べれる 対コストっていうものをすごい大事にするっていう考え方は若いうちから持っといた方がいいと思うんですねスポーカーを見たときに将来性っていう意味では別にそんなに高くないんじゃないかなとつまり関係ない職業に就いたらいいと思うんですけどもさっきおっしゃってた職業スポーツアスリートのだったりとか例えばこういうビジネスモデルがあってまあちょっと令和の虎っぽくなっちゃいますけどもスポーツをされた方をこういうふうにマネジメントしていく会社をやりたいんでスポーカーに行きたいんです っていうのがベースにあるんだったら非常にすすごいいいい伸びしろがあっていい理念だなと思うんですけど多分違いますよね今だったら、まあこの、ね、授業しょぼいっておっしゃってましたけども,もうこの東京経済大学の経営学部の方がなんか自分的にはこの、ね、ホームページ見てる限りは幅広く学べてかつ、まあ、経営学部出てるわけですから、まあ、経営者になれるとは限らないと思いますが、まあ、そういうねその金融とか、まあ、そういったところの一般知識を身につけられるのは別にマイナスじゃないのかなと思うんですけどやっぱ早稲田に行きたいだけですよね。 志願者が欲しいのは早稲田ブランドかスポーツ科学の知識かトラとの議論を重ねるがなかなか志願者の真意が読み取れない厳しい態度を取りながらも志願者に寄り添うトラたち一体それぞれに何を思うのか <laughs>、まあ、早稲田に行きたい思いもありますけども、はい、スポーツ科学も学びたいですで何したいんですか <laughs> なんでしょう言われてしまいましたけど、あのスポーツを、選手を,いを支援するような職業になれればとは思っていますじゃあ、八村塁さんを支援するプランを、はい、どうぞ考えてください今回のプレー見てては、あまり思いませんでしたね。 だそういうい具体的な例えばビジョンがあったらあスポーカに行く意味があるんだなって、まあ、僕ら大人目線では分かるんですけど、まあ、単純にさっき山上さんが言ったようにその早稲田に入りたいんだったらいいじゃないですかそれでけどスポーカスポーカって言ってるからいやそれあんまなんか全然ビジョン固まってないんじゃないみたいなっていうふうに感じちゃうっていうのは分かりますよねはい、うん、そこを多分払拭した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね一旦勉強の話聞いてもいいですかはい現役時代、まあ、早稲田受けてダメでした 法制の編入もダメでした、はい、じゃあ次早稲田に受かる見込みってありそうですかその一回小論文スポカの小文を解,解いてみたんですけどあの小論文には全然手も足も出ませんでしたなのでどうって勉強しているんですか現役の時に使ってた参考書例えばシスタントとかヴィンテージとかサダプの長文読解とかをまた一からやり直しています え成績はどれぐらいですか。例えば共通テストとかセンターとかで言ってもらえます。センターは原文が92、古文が12で漢文は受けてなかったです。で英語は141、リスニングが34でした。うん、えでそれより今は取れるっていう感じなんですか。いや正直そんな自信はないです。共通テストまあどの方式で受けますちなみに。三つのスポカーの方式のうち。は共通テストと小論文の もうじゃあ二科目で勝負をかける。っていう感じ。はい。え、はい、え、どれ、どれですか。国語と英語で。ああ、なるほど。国英で。これ何割取ればいいんですか。ちょっとわかんないですけど。八割ぐらい。ですね。八割。はい。今年はもう、その二千二十一年は八割ですけど、まあ。さすがに、来年は。倍率はさすがに上がるし。難しくはなると思うんですよね。まあ、でも。共通テスト二個と。小の単で。<laughs> 共通テストも九割ぐらい。万全で取れないと。 そうだ小論文がかかななり得意じゃないですか例えばグーチョキパーに9を入れて新しいじゃんけんをね語ってくださいみたいな問題も出たりわけわかんないんです出るじゃないですか予備校だとか参考書を調べたんですけども国語と英語の共通テストと小論文を一緒に見てもらいたいなと思っててそうなると武田塾さんのやつが思い浮かびました。 じゃあ予備校費は,はそこに当てると予備コーヒーは武田塾と武田塾通うっていうのはちょっと話は別です、ね、<laughs> ちょっとあれあ違うかまだまだタイミングじゃないですね <laughs> そこで経済が回りますね <laughs> そこで経済が回る <laughs> 国立校に無料入塾でいいんじゃないですか <laughs> <laughs> なんかリターンすればいいんじゃないですか頑張ってそこであ国立校ですかあの森手さん国立校のオーナーなので現在書いてある通り <laughs> っていりそこで働いているので 塾で働くっていうのはえ、今塾でバイトしてるんですか?。はい。今日もこの後あります。あ、だから塾バイトしながら、パチンコ屋でも働いてたけど、パチンコだけやめて、塾は今続けてるんです。はい。じゃあ、授業やってるんだね。何の授業。何の授業やっていんですか?。国営社をやってます。 なるほどそれでで点数はあんま取れれないですか共通といやそれだけではちょっと厳しいです <laughs> けどその前も言ったんですけどその再受験するんであればその塾講師バイトをするっていうのはもう最高率なんで金も稼げて自分のねあの夢にも近づくんですもう最高だって続けたらいいと思うんですけど、まあ、この小論文がね、まあ、ちょっと特徴的だと思うんですがこの子どもの頃に遊んだかくれんぼは大人になると遊ばなくなるなぜなのかちょ何でですかえ,え,え,えこれ 小論文にはもも足も出なかった過去の受験を振り返る志願者に対しドラゴン細井がある問題を提示するその問いへの答えがオールオア・ナッシングの鍵を握る子供の頃ってその自,分自分だけの話かもしれないんですけどゲーム機をあんまり持たせてもらえなかったので。 体を使ってですかねそういうお金もいらない、えー、そういう機械もいらないそういう中で生み出されたものがかくれんぼだと自分は思っているのでそれで遊ぶのかなと思います子供の頃は大人になるとお金もありますしそれはゲーム機っていうものも皆さん持っていると思いますのでそこで遊ぶ方が疲れあの体が疲れることもないですし、まあ、家にいながらもできるっていうことなので。 大人ににななななったらあままりしいいいいのではないかううふうに思います、えー、子供だってゲーム機持ってますよね。そうあのまあ、これは自分,の自分が持ってなかったのでっていう話だったんですけど小論 <laughs> 文って世の中の現状の問題点を自分りに定義してで原因も考えてで解決策を提示するっていう基本コンセプトがあってでかつ早稲田のスポーツ科学部はどういうことを目指して作れた学部なのかってことを掛け合わせながらスポーツ科学の知識を増やしていきながら物事事象を学んで。 どういう社会問題があるのかってこともストックしながらかつ論理的思考力も現代文とかで磨いていってそれを発揮する場所なんですね。はい、今の答えだとそれが何のスポーツ観関係あるのかどういう現代の問題に切り込んでいるのかなかなか見えないですよね,ねあの。僕も早稲田出身の端っくりとして言いたいのはやっぱりこう社会の問題に対して解決していく人材を輩出していくような場所だと考えているので。 スポーツ科学とおっしゃるのであれば、じゃあ今のスポーツ科学の問題点はこうで、で、こういう問題があるから、じゃあ僕はこういう側面を勉強して研究して、そこをカバーしていきたいぐらいの気概は欲しいですね。スポーツ科学という言葉をおっしゃるのであれば。ここまで僕が言っても、やっぱスポーツ科学は学びたいですか学びたいです。なるほど。 なんか多分調べ足らないんですよね。あの、語れないんですよ。言葉ではスポーツ科学に行きたいっていうのはみんなに伝わってるんだけども、なんでって言った時に、あまりにもあなたがそのスポカっていうことについて調べ尽くしてないもんだから、自分の言葉で出ないんだよね。なので逆に、えー、彼らは信用ができないっていう風になっちゃってるのかな、今は。うん まあなんか,今のかくれんぼの,その解説まあ大体今この場でまあ当たり前ですけどね質問されうると想定してましたいや、まあ、問題をじゃあどう考えてるのっていうのは想像してなかったです過去そうですよね、はい、まあけどまあここにねそのなんていうんですかアスポカって核に行きたいって言ってお金出してっていうんだったら当たり前ですけど過去問飛んでくることぐらいは考えますよね。はい、まあなんでその割にはまあちょっと稚拙だったかなと思うんですけど、はい、まああのー。 そんな、ね、ハイレベルな要求はしてないんですけどもやっぱりその子どもと大人の対比っていうところが結局今のかくれんぼの問題のあれであって要するにじゃあ自分が今じゃあ大人だったらどううやってその、ね、遊びってて遊びいうものをしますか自分的に遊びっ,つったら何ままず考えます自分はもうとにかく友達を誘って例えば自分趣味でラップをやっているんですけども友達とじゃあ音ちょっと一緒曲を作ろうかってなったり。 いやちょっっっとラップしようかってなったりあと、まあ、ご飯食べに行くのもそれだけでも自分十分楽しいと思っているので自分だったらそういうふうにとりあえず友達といるっていうことがもう自分の中で。 遊びなのかなっていうふうに思ってます。おまあ、だとすると、まだその子供寄りの考え方というか。まあ、かくれんぼとか鬼ごっことかって、ま友達といる、まあ、要するに、時間を共通、共有して、まそこっ競争することとかに。勝負をすることに、ま遊ぶが遊びなわけですよね。けど、大人って、だん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 お金を使うことが遊びになってくるんですよ。はい、で、さっき言ったご飯を食べるっていうのも、要するに、お金を使って、時間を共有してるわけですよね。子供は、ね、駄菓子屋で、ね、一枚分買ってきて集まってみたいな、みんなでウェイやろうぜみたいなのないですよね。まあ、ね、はい、だから、そういうことじゃないっていうことですよね。 そういうところもやっぱりその何て言うんですか観点がちょっとずれちゃってるというか、まあ、こういう飛んでくるだろう質問っていうのをまだ想定できてないさっき岩井社長もおっしゃったんですけどそれ準備不足っていうんですよねだからそういうところがあまりこの何て言うんですか僕らに刺さってない理由なんじゃないかなと思うんですけどね。うん、もっとやっぱグイグイ来た方がいいんじゃないですかもっと って感じですよねもっとスポカの魅力ちょうだいみたいな感じが、はい、もう今の気持ちをフリースタイルでやるぐらいねいラップでいいっす <laughs> ラップでいいっすよ <laughs> もうラッパーだってことをね自分で自白してしまいましたね <laughs> その、まあ、ここまでちょっと準備不足なところも今ちょっと細井さんの話とかでも、まあ、露呈してきてなんかそのじゃ僕らがこの投資をしますでその後じゃ本当にわさに受かるのかっていうところが確認できてないんでなんかどういうプランで勉強していて で本当に来年受かかるのかっていうのをなんかちゃんと証明してもらえないと僕らもお金が出せないと思うんですけど今自分は現代文が一番得意だと思っているので現代文はちょっとあまり手をつけないであのセンター12点だった古文と,あと英語そして小論文を中心的に えやっってていいいきたいなとは思っていますなんかちょっと話がやっぱり抽象的なんで例えば1日何時間勉強してでバイトはどれぐらいに抑えてとか、はいはい、そういう観点でちょっと話してもらってもいいですか8月はちょっと書き講習が入っているのでちょっと省くんですけど9月からはちょっとバイトも抑えてもらっているので134は最低ぐらいでもやりたいなとは それは土日だけ平日はなんか平日はそのバイト先の校社長の方にも協力いただきまして自習室として使っていいよってありますのでバイトの日はそのバイト前後を使ってその自習という形でやらせていただいてバイトがない日は家や大学の図書館などを使って。 できる限りはしたいと思っています。それでで七十四万七千欠かんなくないですか？そしたらそうですあの予備講費一ヶ月まあだいたい七万で計算していや今森田先生がおっしゃったのはあなたの今のスケジュールだったらいつ予備校行くのって話やん。大学行ってんですよね。うん、大学行って帰ってきたらバイトやって前後実習してやって土日は自分で 13時間勉強するって言ったら「え予備校いつ行くの?」って話でだからお金かかんないんじゃないだってじじ自分でやるっていうことを言ってるよね今あのいつ行くの予備校にはいやえ今ですいや今じゃないですけども <laughs> あちょっとよかったね今今でしょうって言ったよ <laughs> えでもう一回ちゃんと聞くけど予備校にはいつ行くんですかバイト以外の日は行こうと思っています。バイトは週いくつ 通常授業を、えー、週3で持っていて週3やってんの減らしてもらえるようにはお願いしているので <laughs> 休学すするとかかはないんですか<は>そういう選択肢は考えてなかったです休学っていうのはちょっと甘くないですかねそれは <laughs> あのだって普通の高校生も学校に行って朝から夜まで勉強して、まあ、そこから塾行ったり自分で家で勉強したり土日は 自習室行ったり自分でやったりしてますよね。一般的な。はい。見てますよね。そういう生定さんを。普段、塾で。はい。で、ご自身も、まあ、どういう受験生活を作ったかわかんないですけど、まあ、受かんなかったかもしれないけど、そこそこまあ、東京経済大学って名前のある大学ですから、そこに受かるぐらいは頑張ったわけじゃないですか。で、今まだ、英語が7割しか取れない、古文が12点しか取れない、小論文対策全然できてない。で、普通の現役生よりも勉強しない。 大学も辞めないバイトも減らしてもらえるか分かんないとかじゃなくてもう今すぐ辞めるぐらいの勢いでしょって僕だったら思うんですけど、はい、僕がもし自分の塾の塾生徒ででそんなな子がたたら面倒見たくもないですね受かんなかったらまたその休学や退学っていうのは考えますけども今年のうちはそこまで考えてなかったです。 えでもスポーツ科学を学びたいんですよね。はい、で今この経営学部だと学べないんですよね。はい、別にいても仕方ないんじゃないですか。学費だけ無駄なんじゃないですか。学費だけそれこそ武田塾さんに払った方がいいんじゃないですか。<laughs> わかんないけど後期にちょっとアスリートの科学なんかそういう自分の興味のあるようなものを取っていたのでそれだけはちょっと学んでみたいなとは思っています。それだけの単位は取ろうと思っています。東京それと経済 大学で取ってるってことですね。はいはい、やっぱね熱量が足らない気がしたんですよ。はい、いやもう,もう全部全時間を勉強に集中して、えー、やりますぐらいのなんかことの熱量がないとやっぱ簡単に受かるとこじゃないですよ。うん、ちなみにそのまあ坂上さんに投資した場合の我々のリターンというのはどういうことを考えてますか。皆さんは、えー、受験生を支援するっていう活動を行っていると思っているので自分が あるる団体を作るのでその団体の参加者として各大学から一人二人参加したい方あいろんな大学から募集してでその方がその各々の大学の魅力だったりっていうのをその,その大学に行きたいっていう受験生に例えば話してあげたり受験相談乗ってあげたりこういうところが楽しいよっていうふうな話をできればいいなと思って別に坂上さんの個人的な活動でリターンではないですよね。<laughs> はい 働くっていうのはちょっと自分ではできないと思ってて皆さんお金が欲しいかって言われたらそうじゃないんじゃないかなって自分思っていやお金欲しいですねあ絶対言うとまった絶対言うとまったお <laughs> <laughs> 金以外何欲しいんですか逆に教えてくださいありですか希望ですか <laughs> 自分では 皆さんは受験生を支援するっていう活動をしてると思うので自分もその活動のお手伝いっていう形で自分もまたそ,その受,受験生をサポートする側に回るっていうのをが求めているものかな自分ではちょっと考えました。いや支援すする活動ななんてて僕してないですよ 普段僕らは仕事として対価をもらってそれ以上の結果を出すっていう仕事をしてるんですよ。つまりお金をいただいてそれよりも相手に満足してもらうっていうことをしてるんですね。それは医療でも当たり前ですけど塾でも一緒なわけですよね。はい、だから僕らをボランティア集団だと思わない方がいいと思いますよ。あ<ー>つまり あなたは、お金が欲しければ、僕らにそれ以上の価値を提供する必要があるんですよ。当たり前じゃないですか、そんなの。70何万円。倍にして返しますでいいんですよ。簡単に言ったら。はい、はい。全員に、はい、倍にして返します。絶対に。で、何年以内に倍にして返します。それ以降は利子何パーつけます。全部、はい。あの、契約書書きます。でも別にいいわけですよね。そしたら、いいですよ。全然。 なんかいけそうだから、出してあげるよ。って人がいるかもしれないじゃないですか。で、その中にはいやこいつ倍にできる能力ねえだろって思って出さない人もいるかもしれないですよね。で、そういう簡単な話なんですよ。全然ね。そんな考える僕らにボランティア精神を求めちゃいけないですよ。それははい。だから、何か返せるものを提供してくれないと。 金じゃなくてもいいんですよ今まああのね大学紹介する YouTuber とかいると思うんでそれは僕ら求めてないと思いますねあ<ー>まあ将来なんかそういうまず、あ、んかバスケチームを経営してでそこにスポンサーとして僕らが名前出せるとかだったらまた全然違いますけどまあ例えばね例えばですけどねなんか、うん、例えばその無償で協力したくなるほど不遇じゃないですよね坂上さんって。 すごい今まで苦労してきてなんとかここまでは僕たちで自分でやれたんだけどもあと一歩お金だけの問題なんですっていうんだったら。 はあこれはみたいなって思うんですけど状況によりますけどねもちろんねそのけどまあね5体満足で元気に過ごしてね今も大学ちょっとしょぼいからバス代食っぺみたいにまあ今感じてるわけですよ <laughs> <laughs> だったらそれ頑張ってねまあ僕らもお金出すからなんか返してよって思うのがそれは僕人間そういうもんなんじゃないかなと思うんですけどねはいだからそこはね自分が同情を弾ける人材だとは思わない方がいいと思いますよはいうん 名門、早稲田大学合格を目指す志願者。中盤戦、受験対策の甘さを指摘されると、場が一点、窮地に追い込まれる。虎と志願者のすれ違い。この状況を打開する策はあるのか物語は終盤戦へ。 さっき途中でさ仕事で返すことはできないんでって軽くおっしゃったんだけど僕細井さんに言う通りえ74万7千円ぐらい簡単に返せるでしょって思うんですよ余裕ですよね <laughs> それをなんかいろいろ言葉重ねて金では返さない皆さんそういうことを望んでませんよねって勝手に押し付けられてもみんな困ると思うよ、はい、うん。これ投資番組なんでこの受験生版タイガーファンディングっていうのはその リターンがお金でなきゃいけないわけじゃないんだよ。はい、でもあなたの言うことは多分虎たちには響いてないよね。はい、うん。お金じゃなかったらもっと虎がワクワクするようなリターンを考えなければ。はい、それがあなたの言う、なんかみんなでこんなん作って一人か二人寄せてみんなでどうのこうで、それはそれこそボランティアだよね。はい、うん。もっと明確なものがないと。例えば稲田に入ったら、その指導のね、時給単価も かなりりり上がりますよよね今の大学より、はい、その分がある意味大学に入ったメリットになるじゃないですか、はい、それで例えばみんなの、ね、予備校を経営してて、まあ、細井さんのところは医学部受験なんで難しいと思うんですけどまあ、はい、キャスト大使さんも多分国立とか、ね、難しいところなんで武田塾さんとか、まあ、僕のところも篠原塾とかであれば結構時給そこそこいいのでそれで返していくっていうのも一つの手だと思うんですよ前借りしますみたいなね、はいうん、そういうそれも別に求めてるわけじゃないんですけどそういうなんか返す 恩返しするっていう気持ちをなんか表してほしいなっていう。まあこれからまた受験の期間まで頑張って努力してでまあ指導力もバイトで磨きながらタケダ塾さん、えー、そして松原さんのところで働かせていただければなと思います。 そんな具体的に言っちゃうと他の三人が俺関係ないよって思っちゃうよ。<笑><笑>まあそういう気持ちは悪いってことですね。気持ちは悪いってことですね。はい。ね、共通テスト今年の問題を受けたんですかちなみに。受けてないですあの。自分でやってみたとかは。問題は見ましたけど受けてない。まだ、あ、解いてないです、ね。解いてない。はい。あじゃあ今の現状もしも受けてないですね。もしも受けてないです。多分これまでの経験で一番辛かったことは何ですか。例えばここに結構。 ブラック的な会社のアルバイトの一年ぐらいやられてるじゃないですか、はい、一般的にはかなり大変なはい入ってたんですか週2週3で入ってたんですけども、はい、3月5月ぐらいまででほとんど休みなかったです, <laughs> す<い>その掛け持ちしてるので土日金土日そっぴで月火水木が 塾でっていう風になってたので、どっちから見てもちゃんと適切な休みは取ってるよねっていう風に思われちゃったのかなと思ってます。なんでそんなに働いたんですか。な何,何のために？いや本当は働きたくないです。働きたくない。本当はマウンド。人組まれちゃってから頑張ったみたいな。はい、そうです。流<ー><の>されるタイプだね。のなので辞めましたす、ね。ちょっとなんか謎ですね。はい、なのでピンの方は辞めて今はまあ通常授業はちょっとまあちょっとは余裕ある。 生活費稼ぐとかそういうわけでもないです、ね、か？全然違います。受験勉強もゴリゴリにロックされた方がやるタイプなんですか？あそうだと思います。ド M タイプですね。あちょっとそこはないんで <laughs> <laughs> どんなカットやるんで？<laughs> なんで <laughs> 誰も興味ない？<laughs> 今の笑顔良かったっすわ<や>。正直 M だと思います。じ <laughs> ゃ僕も M なんでとりあえずじゃ10万。そんなに <laughs> はいえっ、ー、と松原さんからえっ、ー、と十十万円ですね。 はい、出ました。でもなんか確かにあのー、ちゃんとこうね。管理されたらできそうだなっていう感じはしましたね。うん、なので、武田塾さんのその義務実習もあのやってみたいとはや,やってみたいというか、やるやりたいの実 <laughs> 習必要なの？受験生なのに <laughs> やれないかなと思っちゃいました。自信ないです。 まあまあ、あの僕は武田塾人間なんでそれはまあ嬉しいんですけど他の方がねこの投資する理由っていうのをちゃんとつけていかないと義務自習は必要だと思いますけどね <laughs> そのしっかり管理されるっていう <laughs>、はい、義務自習って、まあ、いわゆる自習室に来なかった連絡とかするやつですねそれが必要なレベルのモチベーションなのって <laughs> まあそうですねそこはちょっとそうですね悲しいところではありますけど他いかがですか はい、じゃあ最後のアピールをお願いしたいと思います、はいえー、では坂上さん、えー、ラストステートメントですどうぞえー、もちろん学理コンプレックスっていうのは抱えていますがどうしてもスポーツ科学学いいうのを学びたいですそれが自分の今やりたいことでこれで将来ご飯を食べていければなとも思っています自分はあのー勉強も そこまでできなかったのでここでまた受験生っていうのをやり直せるっていうふうに大事な機会だと思っているので頑張らせていただきますそれなのでナッシングの場合でも自分はスポカ受けようと思っているのでぜひよろしくお願いしますではファイナルジャージメントタイムです 積まれたバは松原が出した10万円のみ希望額には程遠い数字で迎えるファイナルジャッジオール・オア・ナッシングの行方はラスト・ステートメントに託されるいよいよ最終決断の時では細井先生からお願いしますはいじゃあ僕はごめんなさい0円ですいやー 人がいいのも、まあ、性格はね、まあ、いいのも分かったんですけども、もっと僕らおじさんたちに、こう、夢を見させてほしいですね。つまり、リターンを明白にしてほしかった。もっとね、あのー、僕らがワクワクするようなリターンがあれば、お金はいくらでも出すんです。なんだけどもね、そこをね、吐き違えちゃ、もったいないですよ、っていう感じかなと思います。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、小林さん。はい、すいません、ナッシングでお願いします。えー、まあ、人柄をね、多分、素直な方なんだと思ったんですけど、 まあ大学に行く理由から、あ将来やりたいことから、えー、これからの勉強から、まあ、全部ふわふわしていて、まあ、曖昧なとこが多かったのかなと思います。ただ、それで曖昧で生きていられること自体、正直恵まれてらっしゃると思うので、普通にあの、お金を払って武田塾さんに <laughs> 行かれるのがいいかなと思いました。はい。えー、山部先生。はい。えー、じゃあ、えー、私は30万で。はい。ありがとうございます。はい。ですね。まあ、あのー、和さん行きたいと。でが、えー、 もっと上に上りたいっていうのは、僕も、えー、応援したいと思うんで。でかつ、あとまあ、武田塾ということで、一応三十万、はい、出させていただきました。ありがとうございます。はい、では、森田先生。<laughs> ここは、なってんですね。はい。なってんですね。すね <laughs> はい。やっぱり。どうしても、まあ、まあ、まあ、いろいろブレブレなところがあったと思うんですけど、それよりも。まあ、本当に早稲田行きたい、だったら。うん、やっぱ、その休学してとか、バイトも全部やめて。 って言うんだったら、まあ、考えるんですけど、そこう全部続けたまんまでっていうのはかなり忘れて甘くないっていうのがありましたね。はい。い終わりました。では最後になります。えー、現状、えー、松原さんから10万円、そして、えー、山尾さんから30万円出てますので40万円まで来ました。ええー、74万7千円ですから残りが34万7千円となります。最後松原さんどうぞ。僕は申し訳ない最初の10万円で。 と思っていますあの例えば早稲田にとにかく行きたいんですとで一番コスパ考えた時にスポーツ科学部が一番入りやすいからそこに突っ込んでいきますとかであればなんか株元さんみたいになっていつか返してくれるんかなと思ったんですけど、はい、まあ正直とそのスポーツ科学に関しての,なんか調,あの調べ不足だったりなんかそのいまいち僕もこうリターンのイメージが全くなくてなんで今回はちょっとこれで申し訳ないですけど僕の限界かなと思いました。 はい。えっ、ー、と、この段階で、えっ、ー、と、40万円まで積み上がりましたけれども、希望金額まで達しませんでしたので、今回は大変残念ながら、ナッシングです。はい。お疲れ様でした。ちょっと待った。あ二人から出ましたよ、なんか。これあの、スーパー小祝君っていうんですけど、<laughs> 知ってましたか <laughs> かわいらしい。はい。じゃあ、森田さんから、森田先生、えっ、ー、と、その心は先ほど言ったように、はい、バイト、 辞める、うん、もう学校大学行かないっていうんだったらちょっと出してもいいかなって、ね、なるほどすね、えー、じゃあ森田先生の現時点での条件は、えー、と学校行かないバイトも全部辞めるという宣言を彼がここでするならば残りの金額を出してもいいっていうことでいいですかそうですねわかりましたじゃあ次に松原さんの条件を僕もあの同じくもう大学は極力行かないバイトをもう辞める で今回あの金額の大部分を予備校費用で賄われてたと思いますのであの、まあ、僕も今篠原塾っていうオンラインの塾やってるのでそこはまあ高,高速化できないので自分で勉強するっていう前提なんですけどそこでもし僕,僕の篠原塾で、えー、受講されたんであればその費用僕が、まあ、会社なんで僕のお金のちゃんとこに払ってあのやろうかなと思いました。ただ 森田さんの場合はそういうその縛りがないじゃないですか。はいはい、僕は篠原塾っていう縛りをちょっと入れさせてもらったんですけど、それはもう選んでいただいてもいいのかなとは思います。はい。えっ、ー、と、この条件付きの場合はですね、まずルールがありまして、山火さんが30万出してますよね。はい、山火さんは、えっ、ー、と、お二方が今条件を付けられましたが、はい、このどちらか、もしくは両方の条件にまず乗るか乗らないかを決めてください。そうですね、と、 えー、森田先生のの条件の方には乗りたい,い、はい、分かりました今度は、えー、お二人から今条件が出ましたけど理解はできましたか、はい、条件の、はいえー、どちらかを選ばばなければいけれいませんこの選択権は今度は坂上さんに移りますので、はいえー、残酷かも分かりませんがお二方との気持ちがあってねこうやって条件出してくださったんででもどちらかを今選んでくださいそれかすいませんやっぱり僕にはそこまでのね 決断はできないので、お二方ともお断りしますでも大丈夫なんですよ。はいはいいかがでしょうか。森田先生でお願いします。じゃあもうバイトはやめるということで大丈夫ですか。今連絡してもよろしいですか。お<ー>お<ー>はいじゃああの後でねあの時間を設けてちゃんとやっていただいてえもう一回確認しましょうか坂上さん。えっと森田先生の条件はえ大学行かない後期ね。 で、えー、バイト全部やめて、とにかく、わす田のスポカに受かるために、もう、邁進するということですけども、はい、大丈夫ですか大丈夫です。はい。ということで、それに、山口さんが乗っていただいたので、結果、この10万円は、松原さん、今度も、もう一回確認します、えー。選ばれなかったんですけれども、はい、このお二方の条件、要は、森田さんの条件に、松原さんは、今度は、同意しますか この10万はもう無条件なんで大丈夫わかりました。はい、では、えーと、40万都合出てましたので、34万7千円を、えっ、ー、と、森田先生から出していただくということで、一旦積んでいただいてよろしいでしょうか。4束お願いします。4, 4束です、ね、はい。はい。ということで、えー、現時点でですね、彼がもう即答しました。なので、条件付きでありましたけども、この条件をクリアしたということになりますから、えー、今日は最終的に完全オールです。おめでとうございました。 希望額に届かずナッシングと思われたが2匹のスーパー岩い君登場で場が動く森田から提示された条件をのみ見事完全オールをつかみ取った志願者早稲田大学合格を目指して今新たな一歩を踏み出すその背中を見送り虎たちは次なる志願者を待つ